はい、続きですね。先ほどのように宿題に出て落ちてきましたね、勝てそうですねこれだとね、そんなことでね、この私のインジケーター戦略ね、投資戦略で、次回はジェット機が買えるんじゃないかというようなことでね、発表させてもらっておりますけどね、やっぱり私は世界バイナリーオプションスペシャリスト者になってるんで、そういう地位なんで買えるということとね、両方なんですよ、ね、ちょっと裏見せますけどね、シグナルですね、こうですね、そこが起こってきたわけですよ、このシグナルからね、落っこちてきたんですよ。で、ね、これだから勝率がね 65% 以上の分析だからかなりきついんですね。これ20引いて 0.2% しか勝てないっていう。これだとね、40何%になっちゃうでしょ。これで 20% で 51% でしょ、ね、っていうことなんで落っこってきてね、これなんだけど、でこれシグナル待ちするわけですね。これあと1分これで勝てますでしょ。あ、ね、あと残り28秒ですね。勝ちましたね、これおそらくね。よっぽど出なければ負けないでしょう。17、16ね。で時間を教えしますね、ちゃんとね、これね。こういう時間ですね。12月6日、ね、木曜。はい、勝ちました、ね、このようにね、はい、8200円ね、3200円のデモですけども、3200円の勝ちということになりました。でこれでね、私の方こうこれ表示させておくんですよ。それでね、これをこうやって置いときますとね、置いときまして、ここでまた次準備しておくんですね。シグナルが来たら自動で、自動売買します。デモなんでね、ライブは禁止ですので、ね、絶対守ってください。自動売買はやんないように ね、私の方は、このシグナルから、ライブの時は手入力になりますね。で、ここで待つわけですね。このインジケーターの。17通貨あるんですよ、このハイアンドロー社の15分はね。で、私はどの会社でも対応できるんで、あと FX でもね、対応できまして、ね、ということですね。どうもありがとうございました。